バイオハザード5。さあ今回もやってっか。チャプター5の3。変な言い方したな今。チャプターの言い方。お、芝。後ろ向きで歩きながら喋んな。賢者もいるし。ハリー・ポッターかのような話してんな。オッケー。ということで前回ここで激闘を繰り広げて、まあ、なんとか無事勝てたって感じで、ちょっとね弾とかはねまたショップで買いました、まあ、なので結構潤ってはいるんだけど今。でも前回結構激闘だったね。でここが開いたのか。ちょっと待ってよ、アイテムとかないかだけ見るけど多分ないかな。別にあっても関係ないかな関係あるか。アイテムいらないくらいまでは強くなれてないからなまだ。まあや、とにかくやっていこうと思います。ここの色の光がなんか回復アイテムっぽく見えるんだけど違うということで、よしじゃあ行こう。もうどれくらい進んだんだろうね。物語的には結構終盤だとは思うんだけどな。あ、はしごがある。はしご登ればいいのか。よし行こう。さあ芝、前回は結構ちょっと無能な部分が露呈してしまったけど、でも俺は芝のこと好きだよ。やっぱねやる気さえあればいいから。やる気さえあればバイオハザードって。待て、これどっち行けばいいんだ。こっちはあ、なんだこっちは。ここから先見ていくか。あ、来てよかった。ショットガンの弾、マシンガンの弾俺拾っとこう。なんだこれ、人間か。あ、読める。ウロボロスウイルス使用上の注意警告。この取扱説明書にはウルボロスウイルスの取り扱いに関する重要な説明が書かれています。ここに書かれた方法以外で取り扱った場合、あなたの生命を危険にさらす可能性があります。ここに書かれた方法以外で取り扱った場合、あなた以外の周りの方の生命にも危険が及ぶ可能性があります。注意書きが怖いね。投与された被験者は高確率で死亡します。被験者の選定には細心の注意を払ってください。いやダメだろ、まず撃っちゃそんなウイルス。このウイルスは本書の指示に従い正しく使用してください。こういうのもあるんだ。60キロ以上だと1本。なるほど、そういうのもあるんだ。投与直後、被験者に以下のような症状が出ることがありますが、異常ではありません。発汗、呼吸の乱れ。うわ、なんだろうこれ。錯乱状態。まあ、なんかちょっと妄想してしまう。違うか。なんか幻覚が見えてしまうみたいな感じなのかな。なるほど。不適合だった場合、ウイルスは周囲の有機物質を取り込み自己増殖を始めます。あ、前回戦った状態かな。また周囲の有機体に対して危険を及ぼしますので、被験者の死体を隔離するか、焼却などの適切な方法で処分してください。だから焼却所があったのか。ウイルスは被験者の体内にある物質をもとに黒い昼かな、昼状のウイルスの羽胞、ウイルス農法を作り体外に排出します。ウイルス農法には原始的な知能が確認されており、周囲の有機物質を感知し捕獲、捕食、増殖を行います。個別のウイルス農法は察して脅威ではありませんが、ウイルス農法の集合体は活動中の生命体でさえ取り込むので細心の注意が必要です。なおウイルスの投与により DNA の適合が認められた場合は速やかに必要なセクションへ報告することが義務付けられています。また不適合かつ処分が困難な場合は別紙に記載のセクションへ連絡してください。連絡後はそのセクションからの指示に従ってください。恐ろしいことしか書いてないね芝。でそれを投与した人間のこれは骨とかなのかな。こっからさっき見てたわけね。さっきと言っても前回だけど。あ、開けれる。でけえでけえけど保管の仕方間違えてるだろ。こんなでっかい宝石を生身のままあんな金庫の中にって、金庫の中にって大体現金なんじゃないのみんな入れてんのは。しかもこの施設においてあんな宝石なんて一体何の役に立つんだ。闇は深いですね。あ、これはマシンガンの弾拾っとこう。さあ行くぜ。こっからまた戦いな気がする。2人で開ける扉大体戦いだからな。お、ムービーか。お、違う。セーブが入ったぞ。でも嫌な感がする千葉。前回名前分かんなかったけどリッカーだった。あいつの名前はリッカーに気をつけろ。めちゃめちゃある。お、ライフルの弾譲っとこう。で金貨拾う。オッケー。千葉ライフル専門だからな。ライフルの弾なかったからちょうどいいわ。あ、それな。でハンドガン弾もらおう。俺がよし、俺もハンドガン装備しとこうかな。よし、絶対リッカーいるでしょこれ。もう芝走んなければいいからな。ただ走んないだけでいいんだよ。なんて簡単な任務だ。今までの特殊部隊の訓練に関してはもうめちゃめちゃ簡単でしょ。千葉頼むぞマジで。よし、気づかれて無駄な戦闘で本当に弾持ってかれるから。なんだえ、ねえねえねえ、あ、いんのね。あ、ナイス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 。いや倒しちゃダメなこれ。先に倒して顔打つ。あいつも倒そう。でもちょっと千葉頼む、打ってくれ。ナイス。でもこれさ、あの卵も怖くね。ありがとうね。こっちもあんのか、一応もらっとくか。芝のライフルがマジで有能なんだよな。マシンガンの弾かもらっとこう。よし、もういない見た感じ。まあもういたら撃ってるもんね。あ、いやいるななんかゾロゾロ出てきた。なんだあいつら兄弟。うわー、あいつら兄弟怖えな。驚異的な兄弟。オッケー倒した。でもこれ気をつけて、上一応避けていくか。あ、芝お前上を見ろ絶対に訓練しなかった。あー、落ちては来ない感じかなこれ。別に後々出てくるのかな、この卵を産んだ母が。その可能性が高いねこれは。リロードだけしとこう。あー、もう前から来てる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 。撃っとこう撃っとこう、早めに撃っとこう早めに撃っとこう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 。よし、でこれ何、落ちたら死ぬジャンプ。千葉大丈夫か、手貸そうか。やべえやべえ、待てこいつやべえ。おいおいおい、千葉撃て。ナイス。あいつだけはやめて。電気ショックだけは本当に弱えから、電気に弱えから。クリス静電気とかも苦手だし。マグナムの弾、おっと、あー、おっと、やばいやばいやばい、待て、やばいやばいやばい、あ、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、あ、やばいやばい。これ一回戻った方がいいんじゃない。一回ジャンプしよう。ジャンプしたらこっちのもんでしょ。千葉来い。よし、あー、でもなるほど、向こうにもいると。千葉そっちは任せた。俺はこっちを倒す。お前来んなよ。やべえやべえやべえ、絶対来んな絶対来んな絶対来んな、来させんな。うわ来たー千葉千葉来た、やばい千葉ちょっと俺の力では無理だったが。うわ、グレランリロードしとけばよかった。遅くない、危ね。行くぞおら。どうだだいぶ強い。うん、ダメージ入ってんのかなこれ。入ってる感じしねえな。うん、入ってんのかな。すげえアクロバティック。これ入ってるダメージ、なんか幻覚みたいなの見せられてんのかなやっぱり。え、強くねってか。おい、ダメージ入ってないのかこれ、まさか。お、やばくねえかこれ。ちょっと待てよ、一回戻りつつ戦おうか。まずいですねこれは。あ、クリス一撃ええー、黒、一番黒い死に方した。あれ待って、なんかさっきと展開違えけど。ちょっと待って、なんでここにいんの。あれさっきと展開違うぞこれ。2体いんのかまさか。てかさ、グレランあんだけ、またしたグレランあんだけ打ってさ、ショットガンもあんだけ打って死なねえって。こいつやばくねえか本当に。激強なんだけどこれ。何こいつ激強だけどどうする芝。ちょっとずつ下がってっても俺限界あるしな最後。まあ打ち込むだけ打ち込むけど本当に強いな。マシンガンとか打ってみる。あれ弱っあれいや弱っ、急に弱くなった。おイエローデブリ来た。2人で拾うな、栗拾いしてんのか。待って、これさ、さっきと出現場所違ったけど、これまた来る感じ。おい、俺の芝居何やってんだ。おい、お前、おい、せえな。よし。で、節約してこう、ちょっとでも。うわー、めちゃめちゃ落ちてる。芝ライフルの弾あるぞ。取りな。これも取りな。あ、待って、間違えた。譲っとくか。やべえ。これ上降りてこないよな。あー、別のやつ来た。別のやべえやつが来た。別の厄介なやつが来た。早くで芝記念撮影してる場所で。あっぶねー。でもやっぱあれだね、ハンドガンも結構お待たせよ。ハンドガンも結構改造したから強いね。やっぱ出てくんだ。なんかさっきと展開違うって。さっき2体出てこなかっただろ。おいマジかよこれ。まあいい、同じ方向で倒そう。やべえ、横から撃たれてんだ。しばき寄ってろ。またまた抜けた。これ苦手だな、また抜け。3発くらい撃ってねからこうしようかな。あ、マシンガンに弱いのか。やっぱりグレラン自体があんまりダメージ入ってなかった、もしかして。だとしたら大誤算だな。もうちょっと節約できたけどな。イエローデビルゲッツ。よーし、後から売りさばこう。高値で売りさばこう。これまだ出てくる気がすんな。なんだなんだここ。何このガラスの空間。何この中。誰かいる。お、やべえもん持ってんな。ああ、規制してて苦しそうだ。早く楽にしてあげないと。ここだって分かってる場所は今のうちに弱点、威嚇のようなものが逆に弱点になるという一番悪い例。悔しいだろ、何もできないけど悔しいだろ。ワッパーだ。あ、やべ、悔しい。俺が悔しい。死にそう。危ねえ、これ一撃だからな、下手したら。よーし、ナイスで、なんだこれ、動かす。ああ、横移動ね。ああ、そのパターンか。芝映り込んでんな。真顔の芝が映り込んでた。笑顔見たいな。クリスと芝の2人の笑顔見たいな。なんか後日談とかでさ、2人でさ、結構高級そうなさレストランとかでなんかワイン飲んでたりしてくれないかな、最後。そういうのを願ってます。平和な2人を見たいよ、俺は。ハンドガンの弾、ショットガンの弾、ハンドガンの弾、オッケー。で、何かあると。これなんだ、ライフルか。千葉、これちょっと持ちなよって思ったけど、これアイテム入んないのか。ちょっと待ってよ。一回渡し、あー、うわ、これむずっ。これ難しいな。もう30発あるもんね。これめっちゃ難しいじゃん。オッケー。で、これを捨てると。完璧。完璧な物々交換。さあ、だいぶ強くなってまいりました。意外とあっさり電気ついたな。もっといろいろヒューズとか集めるパターンかと思ったけど。よし。で、なんか敵が来そうな予感。ああ、もう来てんね。もう見ない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 。もう見ないもう見ないもう見ない。おいおい、ムービーやめて。もう見ないって決めたのにでけえやつ来た。ボブサップみたいなやつ来た。ちょっと待って、一回。ああ、前から来てんのね、あれ。あ、なんだこれ。どうしてんだ。あ、なにこれ。どういうこと。とりあえずぶっ飛ばしていい。いけ。よーし、いてー。背中に傷を負った。お前かよ、すぐ来るやんこいつ。待って、距離取って距離取って。あー、危ねえ危ねえ危ねえ。今なんだ、しゃがむって、しゃがむってなんだ、しゃがむって。とりあえず倒そう。とりあえず倒します。そんな強くないはず。待てよ待てよ待てよ。やばい、モブタップ起きてる。ダメダメ、絶対に入れちゃダメ。なんだなんだ、 OK 動かした。待て待て待て、全然 OK じゃないだろ。見えてる。とりあえず動かすわ。向こう側から動かせないか。なるほどね。千葉大丈夫、勝てよすげえ、ライフルだけであいつと。いやー、やばい。千葉がやばいかもしれない。まずい。でも俺もやべえんだ。何、マジで言ってる。うっそー、針治療みたいなのされてんな、これ。だいぶヤバめの。あれ、なんかあれ、だいぶ違う展開から来た敵もいねえし。あれ、これ死ぬのが正解なんか、もしかして。動かすで向こうに行くのを待つ。ちょっと待って、なんかだいぶ静かだけど。あ、でも敵の音するな。あ、来てんのか一応。千葉、いやでも BGM 鳴ってるだけ。あとでも銃の音も聞こえ。あ、奥でいる。動かす。あかかかか。あ、でもだいぶなんかさっきと展開違うな。千葉、千葉大丈夫か。いや、俺なんもできねえよ、その距離。そして自分でライフルでやってくれ。やーべえやべえ、ちょっと待って、ちょっと待って。シバー、これ間に合うか。やばい、これ動かして。あ、これ頼んどいた方がよかったな、シバに。こっちをまずい。そんな遠くで聞こえたな、シューバー。シバ違う、こっちを頼むわ。うん、敵が奥にいたから俺がこっちやるわ。危ない方は俺がやる。でもちょっと回復してほしかったな俺の体力結構やばいんですけど。待てよ、いっぱい来ると。しかも電撃持ってるやつがいいのか。動かす芝、これに乗ってくれよ。やばい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 。これまで移動しつつ戦おう。ショートガン持ってね。危ない。電撃マジやめて。こっち一回行こうか。全然場所あるもんね。広い場所戦った方がいいから、こういうの圧倒的に。あー、動かさなきゃいけないのか。あー、やばい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 。これって一周ぐるっと回れる？あ、なんかもう別の場所で繋がってるかも。倒さなきゃ。ここで倒します。弾はある。今ショー待ってんのかな。待ってよ、しっかり撃つ撃つ撃つ。オッケー。弾とか落としたりする。え、こいつだけ？ナイス。ショー倒したのか、向こうで。ナイス、いいぞ。でこれを動かすと、あ、やっぱこっち、俺がやっぱこっちに行く方が圧倒的にスムーズに進むね。うん、今後もそれで行こう。ジャンプでここは壊そうか。よし、ライフルの弾。芝頼む、ライフルの弾拾ってくれ。これわざわざごめんな、ジャンプまでさせて。でハンドガンの弾と。オッケー。芝ほら、餌だ、あげるよ最低最低な男、亭主関白の度を超えた男で、あっちがあ、ムービーあんのか。あ、また来んのね。あ、やべえやべえやべえ、芝やべえ。2体もいる。ロケラン持ってる。3体いた3体いた3体いた。あ、これやばい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 。あ、ロケランだけはまずい。え、でもロケランチャンスかも、これ。もしかしたらもらえるチャンス。なんか爆発したぞ。待てよ、あいつだけ倒すと先に。芝撃て、ロケランのやつ先撃て。倒したか。すえー、なんか爆発してんな。迫ってきてんのかな。遠いんだよな。俺もライフル持ってた方が良かったかもな。あいつしぶと、体幹強っ、調子ぶってんだけど。なんか当たってないな全然。お、なんかここで散らばった跡が。何があったんだここで一体。芝ライフルの弾だ。危ねえかすった今ロケランが俺の耳元を。やべ、じゃあこれもう近づくか。近づくが正義の気がする。おい、近距離苦手なんじゃないの。お、そっちにいねえぜ俺は。いた、そんな攻撃もできんの。俺はここにいるぜ。あ、やばい、芝やばい、芝やばいぞ。距離取れ、ちゃんと距離取って、ちゃんと距離取って撃つ。よし、ナイスー。で、ああいるね。危ねえ。おい、お前突っ立ってる場合じゃないぞ。仲間がぶっ飛ばされてるのに。え、なんだ、バカする、削ろ。ぶねえ、初めましてだが今の。体が爆発する君へ愛を込めて。あー、やばい。ちょっと一回閉めて、ちょっと一回閉めようか。ちょっと一回閉めよう、扉。ちょっと扉閉めさせて。はい、ナイス。これ開けてグレナン打ち込むわ。優しく開けんな。いくぞー。おれ、強すぎ。待てよ、おれ、ロケランのグレランの弾はマジ死ぬほど変えるから。やばいやばい。待てよ、お前ロケランやべえって。それはそんな近距離から撃つなって。おい、こいつどこ出身。やばいぞ、撃つなよ絶対に、撃つなよ。やめてー、めっちゃバカじゃん。やばい、死ぬ死ぬ。芝芝芝芝そんな押せへんって。やばい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 。よくるくるよくるくる。あぶねえ、よぶねえ怖え。ここでもいいな。他の敵もさ、あいつらが倒してくれ。バカだからあぶねえ、超あぶねえんだけどマジで。おいあいつ、おい、なんで俺がこんな撃ってんのに普通にあいつ弾変えれてんだ。やべえ、体幹やべえぞマジで。超強えんだけど。ダメだ、ここ結構死ぬな俺。ロケラン落としてくれないしね。リロードしとこうか。でも前回俺はカニを一撃で倒してからロケラン恐怖症になってんだよなちょっと。お、あ、まずいこれ。ちょっと待って、でも千葉これ避けたら勝手に今勝手に爆発したでしょ。お疲れ、意外と生きてるな。待てよ、違う一回逃げるで。あ、なんかもう気まずい状況。撃て早く撃て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 、ロケラン撃て、ロケラン早く撃て。気まずい、何この状況。なんで撃たない、なんで来ない。行くよ、じゃあ俺が。先生いくよ。最初はじゃんけんぽい。あ、やばい。すげえすげえわこれ。よし、撃つ撃つで、こっちも撃つと。よし、これでラストか。やっと倒せた。強かった。でもなんか BGM がなんか鳴りやんでないな。なんで BGM 鳴りやんでないの？まだ生きてるってこと？誰かが。あ、なにこれピザ？違うか。ネックレスか。オーケーのネックレス。びっくり。ピザ頼んでんのかと思った。こんなとこでって思ったけど。なんか BGM まだ鳴ってんだけど、なんだよこれ。なんかいたりすんの？まあまあまあ、姿見えないからいいか。いっちゃおうもん。いたとしても関係ねえ。開ける。この中にいるのかな？いや、いない。珍しい。敵がいないのに BGM が鳴り響いてるなんて最高。ロケラン強かったな。やっぱ捨て身攻撃されるからな。これさ、組み合わせとこうか。よし。お、大丈夫かこれさ。要求してこれと渡そう。でこれをもらって OK。 回復アイテムありがてえわ。久々に取ったなハーブなんて。このゲームにハーブがあることも忘れていたよ。金貨、ハンドガン玉。うわー、なんかまた研究所のあの場所に戻ってくるのか。未来のカプセルホテル、ここに帰ってくんだ。はい、ここに絶対に合わない木箱もうちょっとなんかマシなこれ置き方ないんすかね。お、ライフルの弾すごいな。絶対これライフルゲーだな。うすうす気づいてたよ俺は。なんかライフルだとここ強そうじゃねみたいな。俺全部渡しちゃってるからな。ライフル買い戻そうかな、ショップで。はいはいはい、これ2人同時にかな怖いもの知らずだよなこの2人。あ、なんだ、何今の。ちょっとフェイント駆け引きされたな今。何これ、ん、戦い。何言ってんの。あー、いっぱいいんのか。なるほど。でもこれ別に倒す必要ってなくね。だって上に上がってわけでしょ。すげえ打ちにくいし。これまだ来んのかな上から。目回るなここ。目回るな。千葉、弾無駄にしない方がいいんじゃないか。目回るなここ。どういう視点が一番目回んないんだろう。よし、まあ、とりあえずこうやってグレランの弾って一発あんのか。よし、目回るね。なんかどっからか撃たれてんな。お、あ、まずい。これロケットランチャーはいる？あ、いない。なんかレバー操作したな。なんだ、何今の何。あ、止められたのか。なるほどね。何したことしてくんじゃん。うまっ打つのうまっ。もう芝だけでいい。バイオハザード芝。そういえばコメント欄でたまにさ「シェバですよ」って言われるんだけど、ごめん俺変人だからさ、シェバのこと分かってんだけど芝って呼んでんだ日本人的な呼び方してる、柴犬的な。さあ、で何かがあるわけではない。暇だね柴。なんか操作しよっかここで。なんかしとく。なんか何もわかんないけどとりあえずキーボード叩いとこうぜ。あ、またか。柴頼む、撃ち抜いてくれ。どこにいるあれ、どこにいる。あ、いた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 。あれ、ここじゃない。どこだ。違う、そこは止めてないから別に打たなくてもいいかも。どこで止めてんだ。あ、いたいたいた、ここだ。ちょっと回ってんだよね。これがまた厄介。はい、完璧。また上がりだした。ナイス。弾結構ある。ああ、結構あるね。これもらっとくか、処理弾。サンキュー。先行シルダー持ってるのか。じゃあ回復アイテム渡しとこう。これ渡してと。オッケー。さあ、あ、でも最上部まで来たら、あそこか出口。オッケー、もう行けそうだね。何が待ってるんだろう。カメラ視点難しかった。いんの上に。お、やばいねこれは。お、ナイスナイス。おい、全部死んでく。俺が倒そうと思ってる敵が。ナイスナイスナイス。よし、俺の出番か。こっからはショットガンに任せな。俺のショットガンが火を吹くぜ。おら、待てよ。あ、強い。よし。で、ラストか。やばい、気をつけろ芝、爆発するぞあいつおもれえな。友達にはいらないな、絶対。よし。友達だったら心配でもうちょっと、なんか家とかでゆっくりトランプとかしちゃいそう。こっちか。開けれる。なんかでも、もうほんと研究所のだいぶ、なんていうの、中の方まで来たよね。最深部まで。え？何ここ？土？あ、外？あー、待てよ。これ、あれなんじゃないの？ウェスカーのさ、城的な、あれ違うか？なんだここ。あ、古代の遺跡？この橋を下ろすしかない。買い替えてもいっぱいだから一応赤置いとこうか。内側から買いかかってる。あー、なんか登れそう。あ、はいはい、これがあると。これエレベーターのレバーかな。金か。これちょっとやってみるか。怖いもの知らずだからさ、俺。よし。またこのパターンね。電源が落ちている。この橋のための操作盤かな。あ、これっぽいね。でも絶対敵出てくるでしょ、これ操作したら。回復地味にされてないのきついな。したいけどな、回復。あ、大丈夫か？ナイス。金には目がないね。金以外のボックスは壊さないからな、芝。で、ここをやると。いや、頼めたな。頼んだらがいいのかな。そういうわけじゃない。うわ、やっぱエレベーターなんだ、これ。はあ、飛び越える。ああ、もう主人公交代ってことでいいっすか？じゃあ。これちょっと待って。いや、今までの経験的に。芝、俺が行く。これは俺が行かなきゃいけない。そこで待っててくれ。レディーにね、危険な道は歩ませてはいけない。それが男クリス、そしてポキ。あ、芝交代してくれるね。芝交代してくれる。芝交代してほしいな、今から。いい？待てよ、まずい。これでまだ切り替えてない。真ん中に投げて燃やすか。オッケー、両方燃えた。あ、まずい、切り替えた。でもいい、ショットガンがあれば怖くない。多分だいぶ今のでやばくね？つえやっべ、いってマジか。3発打ち込もう。死んだ？オッケー、やばいぞ、開けつけろ。オッケー、危ねえ。ナイス、芝が下から撃ってくれたな。でもこれちょっと待って、レッドハート。でもこれちょっと回復だけしたいな。これ大丈夫かな？うわ、すげえな感じがする。行くべきか。ああ、リッカー先輩、それはないっすよ。ちょっと戻っていいですか、一回ああ、芝撃ってる。芝がどっからか撃ってくれてる。すげえ撃ってるけど本当に大丈夫か？ああ、もうこっち来てるから戦うしかないな、これ。何で入ってんのかな、これ。買い替えてもなさそうだもんな。別々に移動するときはやっぱちょっとくらい負け与えた方がいいね、お互いに。買い替えてもやばい、これやばそう。ちょっと一回逃げます。距離取らないとマジで差し攻撃されたら終わるからな。いやー、ショットガンの方が有効なんじゃないか。でもショットガンのノックバックなかったからな、リッカー。俺やべえ、まずい。ちょっと待って、芝頼む。芝急いでくれ、頼む。芝間に合うか。芝見逃すのだけやめて。芝俺も無理よ。芝なんで止まってんの。芝マジで超強えな、リッカーって。本当に恐ろしいほど強いね。これまだ出てくるわけでしょ。ちなみに、おっ、硫酸弾、炸裂弾結構買ってきたんだけどさ、死んだ時にショップで。炸裂弾より硫酸弾の方が有効なのかな。じゃあ使ってみるか。ん、なんだ、いっぱい声がする。まだ登ってきてんじゃねえの。あ、待って、来てる、登ってきてる。こいつは登ってきた時に落とせる。ああ、落ちてた。これが強えのか。待てよ、落とそう。あ、向こう来てそうだな。あ、いや来てる来てる。はい、お疲れ。登らせんな登らせんな。はい、奥から来てますいっぱい。はい、奥から来てます。ゆっくり。全然ダメージ入ってなくねこれ。待って、これやばいかもな。なんだこの行き止まり。なるほど。おいシバ頼むぜ。シバライフル持ってるだろ、頼むぜ。待って、音がやばい。めっちゃ来てるおい、なんかあんまダメージ食らってる感じないじゃん。ちょっとずつ押すのか。俺この絵なんだ。あ、なんか抜けれそうか。うわー、でもこれクリスに任せてよかったな。やっぱ力仕事はクリス、男クリスがやるべき。あー、マジまで来てる。硫酸弾あんま効いてない感じするけど大丈夫そうですかこれ。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、まだ来てるまだ来てるまだ来てる。まだ間に合うまだ間に合うまだ間に合うまだ来てる。やばい、くっそ悔しい大丈夫か。危ねえ、よく耐えたな。あぶねえ、倒したか。まだ生きてるこいつ。やーべえ、今のダメか。芝何やってんの。てか芝聞いてる。倒したか。あ、倒したか。よし芝大丈夫。あ、倒したのか。うわ、めっちゃ強かった。めちゃめちゃリッカーいたんだけど、これどこまで押せばいいの。てか、あ、落ちた。芝ありがとうな。下からのあれいない。なんでもういなかったわ。多分次のミッション行ったわもう芝。そうだよな。ああすげえ待ってくれてるナイス。いやでも芝のアシストなかったら絶対死んでたからな。助かった、ありがとう。であ、こっからさっきのあの建物の中に入ると。あー、なんかいっぱいあったなアイテム。ちょっと拾っとこう。ちょっとでも結構深刻な弾不足だからな今。あー、ショットガン弾かな。ありがたい。あー、ハーブもありがたいけどいらないかな別に。ハーブはもう、うん、買えるしね。結局もっといいもの買えるからな。さあ下ろそうか橋を。やっと降りた。ちょっともうリッカーとの戦いはやめてほしいな。あ、トライセルのマーク。ちょっともうリッカーとの戦いはもうね、もういいな。お、なんだこれ何これ。黄金の灰おー、これで飲んだらただの水が天然水のように感じるんだろうねきっと。救急スプレー欲しいな。ちょ、これ芝呼ぼっか。内側から開いてるから開けれるもんね。あー、お、どうもどうもどうも。これ持ちな。よし。お、なんだこれ。マグナムの弾か。いらないな。で、ライフルの弾渡しとこう。ありがとうな、芝。このグレネードもらっとこうかな。よし。さあ、行こう。リッカーにも打ち勝った俺たちなら、もう、怖え敵はいねえんじゃねえか。あとはこの、トライセル。ここをぶっ潰すだけだ。行こう。こんな遺跡の中に作ってんだ。研究所的なものを。なかなかいい趣味してんね。おっ、追い詰めたのか。うん、なんだ。あー、マジかよ。正体わかんないし。やばっ、おっ、女性だったか。すごい、絶対に当たらないな本当に。いや、後ろに立ってたら当たるって。さすがにウエスか。出た、こいつがうさんくさいよな。Isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us. まさかジル So slow to catch on. じゃないよね。Jill. え？ Jill, it's me. 撃たれたってことか。What?Are you sure that's her? The one and only. そんな。クリス、ズルだとしても撃たなきゃいけないぞ、止めるために。え、これ戦い？いや、本当は意志が残っててほしい。え、何？戦い？え、な、これどういうこと？当たんないよね。そうだよね。やべ、はい。うわ、すげえ、これどういうこと？俺はジルを倒せばいいのか？倒せたりすんのかこれ。ジル、やべ、出てる。普通に撃ってくれ、ジル。ああ、でも、あ、ジル撃っちゃダメ。ああ、ごめんなさい。なるほど。ジル撃っちゃダメなんだ。両者のジル撃ってた。ほら、硫酸弾だ。どうだ、硫酸はつれえか、さすがに。ウェスカーだけを倒すのか。やべえ、めっちゃ撃たれて、めっちゃジルに撃たれてんだけど俺。ほら、硫酸だ。入ってんのかな、ダメージ。全部食られてる。ダメそうだな、なんか疲れさせたりするのかなこれ、もしかして猛反的要素。そういうジルの攻撃だけは避けなきゃね。結構削られるから。おい、ウェスカー危ねえ。あ、待てよ、ダメージ入った今。血出た。危ね。血出たな、ちょっと。一応ダメージ入ってんのか。いってちょっとね、ジルがめちゃめちゃ打ってくんだよね、動くから。うわー、これ待ってよ、アイテムちょっともらおうかな。わ、トライセルマークがある。これはなんだ？先行手榴弾。先行手榴弾とか一回投げてみる？ちょっとよ。エメラルド拾って場合じゃないんだけど絶対。え、ジルに当たっちゃうよ。ジルそこにいないで。やばい、まずい。一回飛べるよ。うね。で、あ、こっちだ。あー、全然判断いいけど、こいつの避ける能力すげえな。弾遅く見えてんのかなやっぱり。ライフルの弾譲っとこう。ライフル当てれないでしょなかなか、さすがにこのウエスカーに。なんかめちゃめちゃ高速でかっこいい。いや、ダサい逆に。一周回って、なんだよそれ、やめて。死ぬ。ナイス。なんかさ、 SNS で見たことあるけどさ、お、危ね。なんか高速で、超高速でさ、ポーズを決めるモデルみたいな。それを感じるウェスカーから。ちょっと一回離れてみるか。当たんないよね。なんかありそうだけどな。あ、待って、めっちゃ打たれたよ、ジルに。なんかやり方ありそう。いて、削られて、すごい削られて。やばい、すごい削られてる。ちょっと待って。どうしたらいいんだ、一体これ。なんかありそうだよね、やり方が。ハンドガンの弾。あれ、まずい、大丈夫か。すげえ、ジル危ない。ジル避けてくれ。やべえ、いて。でもジルのが強えんだよな、シンプルに。ありがとう。攻撃としてはジルのが強い。あいつ避けてるだけだもん、ただ。あいつ何やってんだ。やべえ、待てよ、なんか、あ、いや、ウェス、あ、ダメージ入った今、ウェスカーに。当たった、落としたね今。やべえ、ジル危ない。ジル避けろ。なんだこの戦い。2対2はダメだって。バイオでぐっちゃぐちゃになるから、こんな感じでねえ。なんなのこれ、ただ打ち続ければいいだけ。なんかあんのかな。あ、だ、ジル忘れたのか俺を。ジル、あ、ちょっとハーブ譲って。やばい、ちょっと頼む。千葉ナイス。あー、死ぬ。千葉ナイス。ちょっと待って、やばい、回復入れたいな。一回回復入れたい。おっと、どういうこと？あ、どういうことこれ。正面からは無理。はあ、これなんか取った方がいい。隠れながら戦う、絶対そうだね最初から。やばい、危ねえ。ちょっと待てよ、隠れながらってなんだ。ちょっとこれ、一回ちょっと先行くわ。これちょっと死ぬからアイテム取りたいけど、罠とかないよなここで、さすがに。ああ、まずいかも。なんだ隠れながら戦うって。待てよ、どうしたらいいんだ一体これ。シバ大丈夫か。あー、やばい、決まりだ。まずい、隠れられてない。大丈夫か。ハーブ取りたいな。ちょっと一回これ捨てて、あ、違う、これを組み合わせて、よし、ハーブ取ろう。危ねえ。一回回復しよう。待って、見つかった。ハーブかけてんの見つかった。おいおいおい、くっそ、全部よくられるな。隠れてスタスタ歩いてるところを撃つのかな。やべえ、いる、ジルがいる。ああ、時間切れ、どういうこと？時間切れってなんだ。はあ、なんか戻ってった。なんだ時間切れって。回復しとこう。あ、え、なんだいや戻ってきたけど。何今の時間。倒せないのかやっぱり。てか、あ、行くんだ。ジルは？いや無理でしょ、今まで見たでしょ散々。危なっ。いやーつえー。クリス。Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! Get yourself together and wake up! Jill Valentine! あれ？ちょっと揺れてない？ Jill! Remarkable! Still resisting at such an advanced stage.何すんだおい、何すんだおい。アイアンマンみたいになってる。なるほど、外せんのか。こっからジルと戦い。ああ、こっからジルと戦いなんだ。ちょっと待って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 。じゃあ今のウェスカー戦は何？どうやって撃つんか。やべ、死ぬ。ちょっと待って、あの体力が死にもうないです。ちょっとこれどうしたらいいんですか。これちなみにちょっと待てよ。これどうしたらいいんだろうな。あ、普通に撃っていいんか。撃っちゃダメなんでしょ。でも撃っていいの。一回撃ってみようか。一回ね。いや、これ大丈夫？いや、これ大丈夫？何が正解なんだこれ。おい、外すってどうやって。あ、まずい。近づけばいいのかな。あ、なんかもう近づけみたいなマークあんの。あ、まあ、やーべえ、最悪なんだけど。笑すぎるでしょこれ。やっぱ打つのか。すごいジル、ちょっと待てよ。一回これ回復決めた方がいいな。ここに1個回復あったよね。よし、いただこう。回復1回してオッケー。で、これ多分ハンドガンとかやるやつ。違うのかな。でも死んじゃダメだもんねジルが。なんか、あ、ダメだよねダメだよね。胸の装置を狙う。いいよキッズ。そんな弱いのクリスって、今の状態のクリスって。で、胸のあれを狙うって、もうそれ芝にしか無理じゃない？ハンドガンだと限界ある。呼びかける。引き剥がす。よし連打。よっしゃ頑張れクリス、力振り絞れ。いけー。ダメか。なるほど。でも呼びかけたりもできんだ。呼びかける。あ、呼びかけれない。なるほどね。お、なんだ何今の停止。シバ、もう一回捕まってくれ。ジル何をやってる。ジルジル本当に何やってんのこれ。なんかすげえ頑張ってるけど、俺らそんな戦う気ないぜ。待って、違う何、違う、多分いくぜー。俺がやるんだ、頑張れ。でもこれ無理やり剥がしていいんか。本当にいいの。本当に無理やり剥がして。ジル何やってる。ジル何に向かって頑張ってる。ジルナイス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 。いくぜー。まだ剥がれない。しぶてジル何やってる。ジル冷静になれ。ジルおかしいぞお前。やってることがおかしいぞジル。思い出せ思い出せ、お前そんな感じじゃなかったぜ。そんななんか運動できることを自慢するような人じゃなかったぞジル。なあジル落ち着け、なぜだ答えろジル。待てよ芝、胸シャツ狙うって言ってるからちょっと一回打ってみる。ああこれでいいのか、押さえつけて、おおすごい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 、大丈夫ジルがやばいよ。あこれでいいんだ頑張ってるいけー、やべえくそ、もう引っ張ってもらったしてるんだ俺今、ありがとう。でももうだいぶ来てるね。なるほど。おい分かんないのか、芝頼む、芝早く頼む、捕まえてくれジルを。あ来たホールド、芝頼む芝頼む、ナイス。いやそんな至近距離から、そんな至近投げんな、そんな至近距離からさライフル撃ったらジルが死ぬって。おお来た、やったか、だいぶ傷つけてしまったジルのこと。えジルこれやばくね。いやお前言うな、お前ボコボコにしたぞ。全然投げなくていい時投げたよ。いや操られたのを知ってるよ。うんシバね。なるほど、いいんだよ。大丈夫か本当に。You're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? All right. Jill, Shiba, Chris. 最後の戦いをしに行こう。ありがとう、ジル。全然三角関係じゃなかった、俺が間違ってた。3人でパートナーだ。かっこいい。おっ上まで来たんか。おいおい皮肉にも綺麗な場所だな。いた、あの船が最終決戦の場所か。汗かいたらなんか全然染み込まさなさそうな服だね、ウェスカーが着てる服。汗かいたらすっごいなんか着心地悪くなる服だよあれ。ここまでか。うわ素敵なシーンが B か死亡回数をウェスカじゃないリッカーのとこでやられたんだよな。ということでもしかしたら次回ちょっとあれかもしれませんね、最終回ということでお楽しみに。次回に続きます。ティアポッキーでした。じゃあバイバイ。